さあ今日はね、私が住むサブディビジョンをちょっとぐるりと回ってます。まだまだね、新しいサブディビジョンで土地はね全部売れちゃってるんですけど、まだね家は建ってないですね。これはサブディビジョンのメインの道路ですね。ちょうど真正面がガードハウスになってて、いつもね自分ジュースやらパンデサールやら差し入れて、はい、彼らにこの中守ってくれよという感じでですね、いつもごますりをしております。まあ、こういう感じでなんかね、ちゃんとしっかりした作りの家が多くて、はい、まあ、ここもでかいですね。でかい家ですね。この正面に見えてきたのが、まあ、このサブディビジョンのクラブハウスでですね、まあ、連絡事務所なんかも入ってますね。中にはスイミングプールもあります。まあ、スイミングプールはね後から皆さんにお見せできると思います。ちょっと右折して回ってみましょう。このクラブハウスを過ぎて右に巨大な家が見えてきますが、ここは自分の友達の社長の家ですね。フィリピンのね、お金持ちってみんなそうなんですけど、特に家を飼ってます。あ、犬を飼ってた、ね、で、まあ、ちょっとうるさくて仕方ないんですけども。で、またでっかい家がこう見えてきましたけど、ここはね、旦那さんがサウジアラビアの人、サウジアラビアの人で、一番最近ね、できた家になりますね。さあそれでは今車内はシーンとしてますけど、今からねちょっとしたイベントをしにですね、クラブハウスに突入したいと思います。それでは後ほど。Oh, oh, 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 oh
前話、おおまこちょうに前話、おおおおおおピンパードはやめろ、おおピンパードはやめろ、おおおおおお一文なしなるぜ、おお一文なしなるぜ、おおおやくぶつはやめろ、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 やくぶつはやめろ。